ケノコじいさん。この話は自分が幼稚園に通っていた頃の話なんで、もう40年以上前になるんですけど、当時幼稚園の年長組だったんで、年としては5歳とか6歳っていう年だったんですよ。通ってた幼稚園っていうのがちょっと山の横にあるような幼稚園で、教室の窓からその山が見えるんですよ。そこに月に1回ぐらいのペースで子供たちがタケノコじいさんって呼んでるおじいさんが、タケノコなのか、まあ山菜なのか知らないですけど、取りに来てるっていうのが、まあたびたび目撃されてたんですよ。70歳とか80歳ぐらいのおじいさんっていう感じの見た目の人だったんですよ。ただですね、そのおじいさんっていうのが、幼稚園の子供たちの中で、見えている人と見えていない人がいるっていう、まあ、そんなおじいさんだったんですよ。だいたいクラスの半分ぐらいの人が見えてて、半分ぐらいの人が見えてないっていう、なんかそんな感じだったですよ。担任の先生も見えなかったんですよ。その先生も見えないから、もうそんな人はいないって言ってたんだけど、自分もそうなんですけど、見えてる人にはそのタケノコじいさんっていうのが見えてたんですよ。なんか作業かなんかしてる時にタケノコじいさんがいたら、あ、タケノコじいさんがいるって誰かが言って、みんなその窓際に集まるみたいな。で、集まって、タケノコじいさんだっていう人もいれば、どこにいるの、どこにいるのっていうような子供もいるみたいな。なんかそんな感じだったんですよね。自分もそのタケノコじいさん見たんですけど、見た時に、まあほんと普通のおじいさんって感じなんだけど、自分はですね、なんか嫌な感じがしたんですよ、そのおじいさん。見た目が怖いとかじゃなくて、なんとなく嫌な感じっていうのがあって、なんかそのタケノコじいさんが、いるって言ってみんなが窓際に集まっても、自分はまあそっちの方に行って見ようとしなかったみたいな感じだったんですよ。そんな時ですね、まあクラスの女の子で一人、自分と同じような感じで、だからタケノコじいさんがいるって言ったら窓際から離れるみたいな女の子がいたんですよ。この人もなんかあのおじいさんに怖い感じがあるんだろうなとか思って、ちょっとその女の子に話しかけたんですよ。あのおじいさんなんか怖いよねって、その子に言うと、その女の子が言ったのがですね、あのおじいさんの背中についているおばあさんが怖いって言ったんですよ。その女の子曰く、タケノコじいさんの背中にですね、おぶさってるような感じじゃなくて、背中合わせみたいな感じでくっついてるおばあさんがいて、そのおばあさんが怖い顔をして鎌を持っているらしいんですよ。で、それが、その女の子には見えてたらしいんですよ。それで見ないようにしてたみたいなんですよね。で、それを聞いて、まあ、ちょっと自分も気にして、背中の方を見たんだけど、まあ、そのおばあさんが見えるっていうことはなかったんですよね。けど、見えてる人には、タケノコじいさんだけじゃなくて、じいさんの背中についている、その怖い顔をしたおばあさんも見えていたんだなっていう。なんかそんな話ですよ。オーチャキちゃん。オーチャキーって方言みたいな感じなのかもしれないけど、横着な人っていう意味で、なんかオーチャキーとかチャキーとか、まあ自分たちの、まあ、地元では言ってるんですけど、その横着なコンビニ店員がいたっていう話なんですよ。自分ですね、今でも毎日のようにコンビニに通ってるんですけど、まあこのコンビニ歴はもう10年以上なるんですよ。コンビニ通いが始まった、まあ、10年以上前だと思いますよ。まあ、今行ってるコンビニとは違うコンビニなんだけど、まあ、そこに毎日のように通ってたんですよ。そのコンビニに、オーチャキちゃんって、まあ、自分が呼んでる店員さんがいたんですよ。当時自分が30代後半で、まあ、おそらくその人も同じぐらいの年か、もうちょい若い。まあ、それでも30代だろうなっていうような女の人なんですよ。背が高い感じ。まあ、ちょっと太ってるような感じ。ブスって言っちゃ失礼かもしれないけど、常に不機嫌そうな顔で、なんかレジに入ってるんですよ。顔が不機嫌そうなだけならわかるんだけど、その人の態度も横着っていうか、最初の頃にあったんですけど、レジでタバコを買おうとしたら、レジの中にタバコが置いてあるんですよね。で、そのタバコを取って、レジの上に投げましたからね。
まあ、その時たまたま機嫌が悪いのかなとか思ってたんですけど、なんかもう常にそんな感じなんですよ。で、それであの人のレジ行きたくねえなって思うようになったんですよ。コンビニってですね、まあ、レジが2つあって、どちらか好きな方を選べるような形になってるから、大茶木ちゃんがレジにいたら、もう大茶木ちゃんじゃない方のレジに行って、買い物をするようにしてたんですよ。で、そんなある日ですね、まあ、夕方ぐらいだったと思うんだけど、5000円の電子マネーのカードを買おうと思って、まあ、そこのコンビニに行ったんですよ。店の中には、もう客が誰もいなかったんですよ。レジ見たら、大茶木ちゃん一人しかいなかったんですよ。ちょっともう、電子マネー買うのやめようかな、とまで思ったんだけど、その一つ買うだけだから、大茶木ちゃんでもいいや、と思って、久しぶりに大茶木ちゃんのレジで、5000円の電子マネーを買おうとしたんですよ。まあ、レジに、その、5000円の電子マネーのカードを出したんですよね。まあ、そこでですね、自分が、1万円札を出したんですよ。そしたら、大茶木ちゃんが、5000円ちょうどでありませんかって言ってきたんですよ。それを聞いた自分はですね、今5000円札のお釣りが切れてるから、お釣りが1000円札になるから、5000円ありませんかって聞いたんだろうなって思ったんですよ。それで自分は、お釣り別に1000円札5枚でもいいですよって返したんですよ。そしたらその後に、その大茶木ちゃんの言った言葉が驚愕だったんですけど、お釣りを出すのがめんどくさいって言い放ちましたからね。はっきり言いましたからね。その言葉店長に言えよって正直思ったんですけど、いやもう1万円しかないからって言って、まあ、1万円出したらなんか嫌そうにレジから5000円札のお釣りを出して渡してきましたけどね。まあ、そういうことがあったんですよ。まあでもそれから、まあ、1ヶ月ぐらいしたら、その大茶木ちゃん、いなくなりましたね。まあおそらく、まあ首になったんじゃないかなと思いますよ。それから、もう10年ぐらい、まあコンビニ通いはしてますけど、もうその人よりも、ひどいっていうコンビニ店員は、見たことありませんね。夜のプール。これは自分が高校生の時なんで、今から30年以上前の話になるんですけど、夏場、まあ8月ぐらいだったと思うんですけど、夜の8時頃、近所の友達が2人やってきて、プールに行こうぜって言ってきたんですよ。夜8時に空いてるプールなんかも、まあないことはないかもしれないけど、高校生なんで車なんかもないからですね。プールってどこにあるんだよっていう話をしたら、近くの小学校のプールに行って泳ごうぜっていう話だったんですよ。それだったら確かに近くにプールあるなって思ってですね、もう一人友達を誘って4人で小学校のプールに忍び込むみたいな感じになったんですよ。小学校のプールって、まあ、周りはフェンスで囲んであって有刺鉄線みたいなのが上の方にあったりするんだけど、フェンスの端の方を登っていって、更衣室の屋根の上に登って、またフェンスの内側を降りるみたいな感じにしたらですね、もう簡単に侵入することができたんですよ。それで、タオルぐらいは持ってきてたと思うんだけど、もうほとんど裸みたいな状態で、みんなその夜のプールで泳ぎ出したんですよ。最初は個人で泳いでたりしたんだけど、しばらくして夜のプールってことでテンションが上がっていたっていうのもあってですね、みんなで鬼ごっこしようぜって。月鬼っていうやつですよ。鬼が一人いて、タッチされたら、その人が鬼になって、みたいな感じで、まあ鬼が交代するみたいな鬼ごっこですよ。まあそれをやろうってなって、まあ高校生っぽくはないような、なんかちょっとそういう遊びをしてたんですよ。しばらくした時に、鬼の人だったか逃げてた人だったかわからないですけど、メンバーの一人が、逃げろって、急に、言ったんですよ。で、それを聞いて、まあみんな慌ててプールから上がったんですけど、鬼ごっこなんかをしていて騒がしくしたから、近所の人が通報して、見回りの人かなんかが来たのかなっていう感じだったんですよ。で、それで、とりあえず、その、逃げろって言った人のところにみんな集まって、見回りの人かなんか来たっていう話をしたら、その人が、あそこって言って、
プールの奥の方を指さすんですよ。そしたらですね、そこに大人ぐらいの人影があるんですよ。で、その大人ぐらいの人影なんだけど、はっきりした形がないような感じなんです。小学校のプールって浅いところと深いところがあるんだけど、その深い方のところにいるみたいなんですよ。その深い方のプールって水深が1メートルはあると思うんだけど、水面にさらに1メートル70ぐらい、大人の身長ぐらいの影が伸びてるんですよ。だから、プールの床から伸びてる影だったら、身長3メートル近くあるような人になるし、あるいはその水面の上に立っている、まあ、身長170センチぐらいの大人だったとしても、まあ、どちらにしてももうそれは人間じゃないっていう感じだったんですよね。で、その、なんかうっすらとした人影が、ゆっくりなんか揺れながら、自分たちの方に近づいてきてるような感じがあったんですよ。それでもうみんな慌てて、プールのフェンスをまた登って、プールの外に逃げたんですよ。で、まあ、プールの外に逃げた後に、もう一度そのプールの方を見たらですね、その大きな人影みたいなのが、最初はプールの端の方にいたんだけど、それがプールの中央の方まで動いてきてたんですよね。そしてまたそのプールの中央の方でなんかゆらゆら揺れてる感じなんですよ。まあ、今だったらカメラで撮影するようなことがあるのかもしれないけど、もう当時はまだ携帯電話なんかもなかった時代だからですね。まあ、それを遠目から見てるみたいな感じだったんですけど、まあ、しばらく見てるとですね、水の中に沈んでいくとかじゃなくて、なんかうっすらと消えていくみたいな感じで見えなくなったんですよね。あれは、まあ、実際何だったんだろうなって。まあ、もしかしたら、夜のプールに忍び込んで泳いでた高校生に対して警備員の生き霊かなんかが出てきて注意しに来たんじゃないかなっていう話をしたりしてましたけどね。それからはもう夜のプールに忍び込んで泳ぐっていうことはなくなったっていう、まあ、そんな話ですね。